はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。前回のバリッドレックスに続いて今回はこちら、劇場版の仮面ライダービヨンドジェネレーションの前売り特典、デラックスコンドルバイスタンプの紹介です。本編では仮面ライダーデモンズがちょろっと使っていて、使ったらデモンズの羽に仮面ライダー G のなんかバーニングファルコンみたいな翼が生えていましたね。さあ、とやけでもすでに中身の方がスケスケ見え見え状態なんで、もこの背景でいきましょう。シンプルにビニールでくるまれていて、よいしょ、中には本体と、これは説明書かな、紙の説明書が入っています。いいね、ちゃんとリバイスドライバーでの遊び方が書いてあります。で、本体がこちら、ほいっと、はい、デラックスコンドルバイスタンプ。まあ早い話がイーグルバイスタンプの色違いですね。色違いと言いつつも真ん中のところが限りなく一緒だわ。両方とも濃いめのメタリックパープル。バイスタンプで選ばれる動物の方はなんか最強生物っていうくくりがあったはずだけど、鳥の中で最強がイーグルってわけではないのかな。まあその辺はふわっとした感じなのかな。まあ正面部分のコンドル色と造形に関しても多分特に変わっていないんだけど、このメタリックパープルの塗装がすごい綺麗で、なおかつ後ろのクリアパーツ、ここのところはちゃんと色が変わってる。後ろのクリアパーツがブラックになりました。でコンドルの後ろにいるこれがおそらく仮面ライダージョーカー。イーグルの方は仮面ライダーダブルだったんだけど、まあ大体姿形似たような感じだからね。このノリでヒートメタルナトリガーサイクロンなんか作れそうで、大理石部分の方が薄ピンク色、一応うっすらとマーブル模様の方は入ってるけど、そこまでくっきりはしていないかな。上の方はそうでもないけど、下のところがもう流血してるんかってくらい赤くなってる。でぐるっと後ろの方、こっちいいな。この模様の入り方が全面に来たらもっと嬉しいのに。なんだかいちご味のアイスって感じで、すごい美味しそうだな。でそっこのスタンプの柄の方はもちろん特に変更なし、まるっきり同じデザインをしています。よし、それじゃあ外観以上なんで、こちら音声を聞いていきましょう。ジョーカー。まずスタンプを起動させると、コンドルで、部屋をちょい暗くして押印、光らせるとまあまあコンドルと馴染みますね。さあ続いてバイス先生のバイスタンプ講座。なんとなく予想はついてるけどね、講座してもらいましょう。ほいっと、こんなバイスタンプも見つけちゃったの。うん、やっぱりな。バッタとかバットと同じで共通音声ですね。まあリバイス以外が使うのは大体こうだ。というわけで単体での遊び以上なんで、こちらベルトに応援して遊んでいきましょう。いきます。で応援、おほ、ココンドコンドル、ココンドコンドル、面白いな大気音声。じゃあいきます、変身。おお、すごい、ちゃんと特有のものになってますね。翼広げる、踊る、彩る、コンドルで、バードワイルドに決めるぜ。バードワイルド、まあハードボイルドってことかな。ちゃんと仮面ライダージョーカーというか、左翔太郎みたいになってますね。で続いて必殺技、ほっ、コンドルスタンピングフィニッシュで、コンドルの鳴き声。鳴き声はイーグルと変わっていたりするのかな。で続いてリミックス変身、ほっ、おお、ピタッと終わった。必殺宿る気取るコンドル、ここもちゃんと韻の踏み方をコンドル合わせにしてあります。じゃあ続いて今回から組み込むやつ、バリッドレックスとの連動。スキャン必殺技やるんで一旦傾けて、で大気音声鳴ってるんで上のところに押印、やば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 って言った、コンドルだからドルドルとかって言うかなって思ったけど、明らかにこの辺の人たちとはちょっと違う感じになってたから、ヤバヤバっていうのが個別認識されない時のあの共通音声なのかもしんないね。
はい、というわけで今回は劇場版仮面ライダービヨンドジェネレーションズの前売り券特典デラックスコンドルバイスタンプの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。今回モチーフがコンドルと仮面ライダージョーカーっていうことで、側のデザインに関してはイーグルバイスタンプの色違いって感じだったけど、中身というか音声の方がちゃんとこれコンドル特有のものになってましたね。中身的には完全に別物です。で、バリッドレックスバイスタンプとも組み合わせてみたけど、スキャンしてみた感じコンドルとして認識してるような感じはしなかったんで、こっちも全てを認識してくれるっていう感じではなさそうですね。とりあえず今回このリバイスドライバーでやったけど、ますますデモンズドライバーが届くのが楽しみになりましたね。とりあえず前売り券は買ったんで、映画の方もバッチリ楽しみにしておこうと思います。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。